さあ、大阪の朝ですよ。ちょっと昨日飲みすぎましたね。やばい。めちゃくちゃ寝てしまった。もう1時や。時間は有限なのよ。洗濯して遊びに行こうよ。なあ、お前ら1分1秒無駄にして生きちゃいけんぞ。なあ、俺のようにベッドで寝ようと思って2時間も携帯をいじるような男になっちゃいかんぞ、お前ら。なあ、お前らは時間を大事に使えよ。さあ、洗濯もして準備もしたんで行きましょうか。ちょっと後ろ汚いのは気にしないでください。ちょっと、洗濯物は 汚いですね。ほら、パンツとか見えますね、ほら。パンツとか見えますよ、ほら。なもん見せんなって。まあ、とりあえず行きましょうか。また変なカラシャ使っちゃったよ。まあ、安かったからいいんですけど、ちょっと後で見せます。今日この新プライバシーの商店街でさっき話しかけられたんですけど、気分いいっすね。オーラがすごすぎてめっちゃ嬉しいっすもんね。話しかけてくれると。で、どんどん話しかけてます。スターになった気分ですね。北極なんかあまりに暑いのでアイスキャンディー買いました。店のおばちゃんに顔色綺麗だねって言われました。ハッピーですね。食べましょう。なんかこれ心斎橋三角公園のあたりとか行きたいんだけど、ここどこなの？ちょっとさすがにちょっと調べますか。全然ちゃうやん。俺難波の方まで歩いてきてるわ。難波まで歩いてきてしまった。戻りましょう。さあ、無事三角公園ら辺まで戻ってきたけど、ちょっと疲れてきました。あれだ、とりあえずあれだ、楽器屋に行こう。楽器屋にその辺にあってん、確かドラム専門店みたいな。気のせいかもしれない。やべ、アリアナグランデの T シャツだ。グランデ。はい、バカです。はい、イケベ楽器でドラムの革買いましたよ。もうあれボロボロだったんで とりあえず買ったので、次どこ行きましょうかね。ビッグステップでも行くか。何これ、すごいビッグステップの1回っすよ、これ。こんなピーポーランド、スターウォーズとかヘビーメタルとかゴジラとか、ほらレッドゼッペリンとかさ、見えます？レッドゼッペリンラッシュ、これは知らない。ドクターも知らない。なんとかフーファイターズです。フーファイターズ、ベノムとジョーズ。いや、やるならフーファイターズだな。フーファイターズやろうぜ。え、すごいかっこよ。あ、もうエヴァローム流れてる。え、超いいじゃん。ちょっと打ってみましょう。すごい面白かったわ、これ。マジで本当に好きな曲しか流れてない。ちょっと撮らせてもらおう。いや、フーファイターズ大好きなんですよ。聞いてください、皆さん。いや、面白かった、これ。さあ、もう疲れたし帰りますか。なんか本当は衣装を新しく作ろうと思ったんですよ。まあ、ツアー中にやることでもないんですけど、とりあえずそれで俺素材になるようなの探してたんで、最近よく履いてるスカートに合う上着作ろうかなと思って。ただまあ、なかったな。時期が悪い、時期が。で、結局シェイク飲みながら帰ってるんで、何がしたいねん。というわけで、グッバイ心斎橋。いやー、やっと帰ってきましたよ。疲れた。初めてヘップに行ってみたんだよね。なんかいろいろ入ってんだよね、あれ。なんか結構いろいろ買ってしまったよ。まあ、そのうち衣装に使うかもしれないです。ので、楽しみにしといてください。いや、紹介しますか。いろいろ買ったっちゅう、でもなんかマイナーチェンジアイテムなんですけど。まあ、スカーフ、ここに巻いたりとか、こういう、JK のリボンとか あとなんか、かっこいい古着っぽいネクタイとか。あと、最近ツインテール好きなんでね。33歳男の中の男のツインテール、お前ら好きだろ。あとシャツ買ったんだ。ほら、もう、見てください、この柄。バカじゃねえよ。これちょっと、また同じような服買ってんね。なんかこれよく言われる、ともゆきさんによく言われるんですけど、まさしが、派手な服買い、その服着て、服屋に行ったと思ったら、同じ服買って帰ってきたみたいな。違うよ。全然違うんよ。全然違うんですよ。まあ、クローゼットの中見ると、なんか似てる服ばっかだなとか思うときありますけど、まあ、出会いですから。しかもこれ安かったの、これ。これ1800円ですよ。まあ、長袖だからちょっと、まあ、ちょっとしばらく着るタイミングないかもしれないけど、涼しい日とかじゃないと。というわけで、ちょっと本日も秋日なんで、サウナに行ってこようと思います。いやー、素晴らしい施設だった。見えない。
ニュージャパン梅田、ここ神だな。マジでめちゃくちゃ良かった。男性だけなのかな。だいたいカプセルホテルみたいなのついてるところで男性限定だよね。じゃあちょっと男性はぜひ行ってください。あとどうしても行きたかったら、転生してください。来世に期待してください。あの女性の皆さんは。はい、というわけで帰ってツイキャスでもしますか。はい、今日のテーマはエロ男爵です。バカなのでこのまま配信します。さあやりましょう。どんな反応するんでしょうか。もう寝ましょう。まだ1時ですけど、すげえ不細工。おやすみ。